にしてもなんかとんでもないオケですね。僕こんなオケ聞いたことないんだよ。あれヤマハだったの。ヤマハだろ。だからね、18年ぐらい前のやつだった。いい音したんだけど、CD が出てこなくなった。で、殴ったけど言うこと聞かないから。当たり前じゃん。捨てた。CD ごと。それでそこの真ん中だけないわけね。でもこのスピーカーがいい音したんで、そのうち何かに繋げようかと。まあまあまあ、めんどくさいけどね。今日は磯次郎で弾きます。はい。あ、この間の予告通り。大谷の、通訳の一平ちゃんが、一平ちゃんがね、使い込みしたかなんかで、よくわかんないよ、まだあれ。あれね、はめられたと思ってんの。まあね、州法によっては、そうそう、犯罪じゃないんだってね。カリフォルニアはダメだったでしょ。ね、え、なんだこれ、誰だろう。でな。一回止めて。なんか面白かったらそのまま流す。はいはい、はいはい、あ、切れた、よかった。豊橋のサウンドスタッフの親父でした。宮本さんかね。ほっとけば。しょうがない。それで、これは、あれはやっぱり白人至上主義のアメリカの、アメリカフェス大好きな、なんだっけ、トランプ、トランプさんね。あの人の方が俺は好き。ああ、まあまあ国内もそうらしいですけどね、今ね。分かりやすいじゃん。まあ分かりやすいよね。そのさ、メモリの触れがさ、フレキシブルじゃん。バイデンなんかもう、なんかあれ、なんか老人形みたいだもんな。しかももうおじいちゃんだからね。ノーケードワースが最後に会った時、もう老人形だと思ったんで。いやいやいや、笑い事じゃないからね、本当に。で、まあそれで、アメリカンの国技ですよ、はい、野球なんつうのは。まあまあ、そうですね。アメリカチックなゲームってのはなくて、うんうん、要はサッカーは同点にしないと逆転にはならないじゃん。まあそうです。アメリカ一発逆転って、ね、そうそうそう、ホームラン打っちゃうね。 ああいうところがスリーポイントシュートとかね、とかね、あれもね、そういうなんかちょっと博打的な要素がありますね。あるんだから、ね、うん、博打やったって怒られるのもな。いや、どうなんでしょうか。で、俺思うのは、結局僕たちはジャップなんです、うん、ありますか、皆さん、はいはい、アメリカの植民地として、70何年、うん、戦後、こんなに平和に、うんうん、あの言いたいことを言えて、うん、それはジャップである。ね、そこを認識しないと。愛国心とはまた別なんだよ。わあわあわあ、わかります。それ、うまい生き方として、うん、ジャップでいいと思うわけ、俺。わかる？もう、本当に、ね、あの、戦後50年、60年、経ってきた79年でしょ、79年か、うん。経った人間の言葉ですね。はい、だから、こんなに幸せにいられたのは、浜港の、あれと一緒だけど、うん、あ、植民地だから良かった。本当にね、つかの間の、まあ、平和だったと思いますよ。もう今はもうだって、そうそう、ね、だって守んねえって言ってんだもん。うん、ね、俺は守れないですよ。だからやっぱり核武装しないと。まあまあ、そういうこと石原さんが言ってたからね。そうそう、ちょっとまあ当たり前だと思うけど、それを反対しやがるやつがいるのが分かんない、うん、まあそれはあの要は、ね、国外のスパイなんですよ。
まあ、だからそういう感じ。静岡の川勝知事も変じゃん。中国に巻かれてますからね。でしょ、俺もそう思うんだよ、うん、要は中国とリニア合戦やってて、中国が先にそう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 、リニアを通させてあげて世界マーケットに、そうそうそう、ほらこういうのあるでしょ、だから日本の方が優秀じゃん絶対。そうそうそう、それ先に出すよりも俺絶対、俺中国マネーが動いてると思う。ああでしょうね、偉いよね、はい、で川勝さんなんてさ、なんかハニートラップなんかポイポイ引っかかりそうじゃんお調子者っぽいもんねなあ、あれだけどあれ政治家まずいよな。ああ、まあ、やっぱりほらアンチ自民じゃん、うんうんうん、アンチ自民のやつが、うん、首長になって市長になって、うん、俺が総理大臣だったら、うんうん、公共事業費なんて渡さないよね。さびれろ指導家なんて、うん、って思うもん、ね。それが分かんねえかな、指導家、県民は。うん、てか、まあ、県議会が、とろい。まあ、だから、一人足りなかったから。いやいや、そうじゃなくて、何年も対抗馬を出せない。うん、ああ、まあそうですね。ええ、そう、自民党の県議会がとろい。うん、前回も準備、なんだっけ、傭兵さんでしたっけ、擁立したけど、ね、ダメだったのね。あと柔道のなんかオリンピック選手とか出したけど、ああそうね、そんなに政治はできませんこの間も言ったように、まあ、本宮博みたいなこと言ってましたね。いやいや本当に女の人は家庭を守ればいいで、でニコニコしてヘラヘラしながら一生が終えられる旦那を見つけなさいと。でそれを見つけられなかったのは己のせいだ、うんうん、また今度あのチューピレンの大会みたいなのがあって、昔40年、あありましたね、40何年前、はい、その時にうちのバンドがゲストで出て、男をうちだけだったっていう、うん、もうなんか、北朝鮮でサッカーのゲームをやるようなアウェイもアウェイだね。そこで一言放った俺の言葉があって、うんうん、まあ、それでその後そこからは仕事が来なくなったっていう話を来週しようかななんとなくわかるけどね、はい、だから男尊女卑じゃないんです、うん、いいのそんな働かなくて、女の人はうちで寝そべっててちょうだい、うん、洗濯は1時間半ぐらいかかるでしょ、川の流れでやってた時代は、うん、それをポンと押すと脱水までやってくれるようになって、うん、ながらなんとかができるようになったから、まあ、そうですね、そっからおかしくなった。だからあんまり科学が発達したりするのも人間としてどうかなと、うん、この間俺聞いたんだけど、うん、レンジで料理したやつを食べると、はいはい、白血球の数が上がるって言うんだよ。え、そうなの、なんで？俺聞いたんだよこの間。だから異物なんでしょ、あの調理法で作ったものは。お、電磁波か、分かんないよ、うん、でもそうやって聞いて、うん、本当か、お前も電磁波でやかましいわ、いい毛根が死ぬわそんなもん。まだ生きてるの？何言ってやる毛根。まあいいや、そんな話は今日は、この間あの電話が来て、はい、そのもうちょっと小回りじゃねえや、ひまわり書いてあったの、小回り、小回りね、ひまわりのあれを解説してくれと言われましたが、はい、うん、これ解説するところなんか一つもなくて、ああああ、要はこんな簡単な曲ないんですよ、うんうん、ね、じゃあちょっとやってみましょうね。島ですね。これまた順番が戻ってる。壊れたもんでまた質屋で買ってきたんですけど、しょうもないなこれね、はい、普通に弾きますよ、うんうん、音を変えます。
どうしてもメロディーフェイクしちゃうね、やっぱり。そう、違う違う、今さ、最初の音もここだったかここだったか迷ってそういうことなの。そうそう、で、そのままフェイクしたんじゃなくて、あれ間違ってます。間違ってたんだね。いいように解釈しないように、間違ったっていうか、どっちだっけって。あれね、やっぱり普通に弾いてないと、うん、そこのフレットに行かない。行かない、わかる、うん、わかるわかる。じゃあこれをなぜ支持率が高いかというと、まあ、名曲っていうのもあるけどね。名曲は名曲だし、うん、あ、これ、まあ、会長の気持ちもわかる、これを綺麗に弾きたいなって曲だったと思うんだよ。ああ、そうでしょうね、きっとね、うん、よくわからんけど、弾きたくない曲とかあるんだよ。これなぜかというと、うん、例えば1枚目の、うん、華麗なる寺内たけしの世界で、はい、スーパーセッションとかやってる。あ、やってますね、はい、うん、あれさ、うん、ってやってる、うんうん、リフが先行した曲でメロディーつけるっていうのはすごい困る。だからビートルズの曲は弾いてもまあなんとかなるけど、うんうんうん、ローリングストーンズの曲はメロディーない、うん、まあそうですね。スーパースティションはスティービー・ワンダーなんだけど、そうそうそう、やっぱりあのこのだってこれあの中に潜ってる感じだからね、メロディーが。どう歌ったところで、うん、やっぱりスーパーセッションだから、あれは。まあそうですね、うん、だからそういうのリフが先行されるビーナーとかさ、うん、ティーラーメルクファッションすっげーかっこいい、日本語のノリも悪いし、うんうんうん、っていうふうに思うです。 あ、また戻っちゃった。全くですね、うん、これ一発で出る方法ねえのかな。いや、やり方したい。だからポーズかけて進めればいいんじゃないの。お前ハゲじゃん。いや、そりゃポーズや。違う曲や。だって14番かそこでやらなかった。違う、これ分かれます。ドドドドドー。ありますよ。この次ですね。はい、普通に。中期のジジイみたいな感じですね。そう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 。あ、ひとみばあさんみたいな。これね、三弦の。ああ、なるほどなるほど。
ここへ持ってってもいい、ここでもいいけど、この1弦と2弦の音色の違いが気になる人は、これでいいと思う。スライドさせるとじゃなくて、あ、そっちの方がいいかな。スライドさせると、じゃなくて、あ、そっちの方がいいかな。細かい方が抜けてるだよ。なるほど。だからこう引き込むんじゃなくて抜き込む、うんうん、そうすると次のこのメロディーの綺麗さが浮かび上がる、うん、ほらだからじゃないんだよ、うん、ちょっとしてからバイブレーションかけると、うん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 、
おい、また戻ってるぞこれ。だからポーズしなきゃダメだっつうの。じゃあ最初から言ってみましょう、ね、まあその方が見てる人は喜ぶと思うけど、うん、行きましょう。違うちゃうわ。戻りすぎじゃん。しちゃった。そっから墓場行っただっけか、確か。なんかね、その最後の方でやる。思い出しちゃった。というわけです。で、こう感情移入したい方はですね、例えば腕に自信のない方、エコー2番で。2番。っていうのを実際ね、実際その通り、ね、素晴らしいね。なんだろうね、あの人はね、素晴らしかった本当に。伊さんがすごいんだけどさ、だから最初に、一番最初に弾いたのはもう平板な感じのね、棒引きっていうかね、 NHK のあなたの名曲があれば、うん、なんかそういう時にギターがメロディーを例えば8小節ぐらい弾いた時って、うん、
次を盛り上げるためのピアニッシモに聞こえるもんね、うん、俺。ああ、なるほど。わかる。だってトランペットとかやるときバイオリンもそうだけど、うん、間違いなくバイブレーションをかけるじゃん、トランペットも。そうね。棒で吹く人なんていないもんな。うん、いない。ギターだけは棒でしょ。うん、だからウェス・モンゴメリーメリーなんかさ、うん、こうやって、うん、こうやってやんねえとなんだ。セントトーマスね。だからここでやんなきゃなんねえからできねえんだよ、うん、だって厚みを出したわけじゃん、うん、ね、あ、そうですね、まあ、あれはあれでありだなと思うし、うんうんうん、難しいな今の。だって会長こうやってやったのやるとしたらね、うん、2弦挟んで5弦と2弦みたいな、やったことのないことをここでやる方俺がバカだったこうやって BGM で弾いてたけどね、うん、単音では、うんうん、だけどね、チー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 こうやってやってましたよ、うん、その時アドリブのしようがなくて、これジャズ弾けないから、だから例えば、まあ、最初はいいよ、うん、でやってた、コード分解しただけだ、全然いいんじゃないですか、いやそうか恥ずかしいこういうの、だってうまいもんジャズの人、ああアドリブとかやらせると、ああもうだってメロディーと関係ないからね、だからさ、あ、これはかなわねえなと思って、ちゃんとメロディー行こうって思ったね僕はそっちのはいいと思いますけどね、そう教えることねえんだよこれ、だからアームの持ち方と、うん、メロディー自体はすごい簡単なんだよこれ、僕はやっぱり着目してほしいのは、うん、ピッキングの強弱、メロディーの歌わせ方だと思う。だからそれはね、教えようとしてもダメかなとは思うんだよね。これ育ちだからさ。まあまあ育ちかどうかは分かんないけどさ。子供の頃、感性の問題だよ。だかとか。ああ、そうそう。感性ってそうやって作られるから、ね。塾行ってたかとかね。塾は関係ねえね。そういう話になっちゃうんだよ。まあ俺は5歳の時に絵の教室に行かされましてね行かされたので、描いたものと全然違う、これは何だろう、だからあの普通にあのトラックなんか描いたのに、これ誰だこんな電車描いたのって言われてこいつデリカシーのねえやつだなと思って思ったんだ。で2日目もう行かなかった、もう行かなかったのね。手段が7級なんですよ俺、おあ6級だ、おで、お前やめた、スーパージェッタ見たくて、本当に、うん、水曜日の6時からだったのよ、スーパージェッタと被るわけ、それ見たいからやめた。でも1級だけあれあの下がった、7級かな、6級証明書あるで、それ俺っちだって家の前村松そろばん塾っつってさ、初段まで取ったよ、お前初段そう、これさ目の前だからね、これさ見てるとまずいんだけど、そいつ、うんうん、もう60何年、うん、黙ってたことだけど、うん、隣に座ってたやつ俺の1個上なんだよ、うん、それ小学校が違ってたわけ、うん、和田小学校、俺飯田小学校、うん、浜松、それで駅前の塾だったもんで、うん、まあ、それでそいつでもどう見てもバカなんだよ子供心にね、それで暗算やるじゃん、うん、やりますね、それもう一桁いいとこ、うん、いいとこちっちゃい数字の2桁、うん、で、あの願いましてはってこうやるじゃんか、うん、やりますね、何円なり何円なりってやるわけじゃん、うん、ほんと俺もそんなんどうでもいいからさ、うん、そういうの見ててさこうやってやってるもんで、うん、俺がやるじゃん机の上をほんとさやめてやめてやめて頭が動いちゃうって言うんだよ、うん、だからあんまり面白いから、うん、机を置いてガタガタやられるあやめてやめて動いちゃう動いちゃうってそれだけで声上げてんの先生問題出してんのに、うん、でそのうちに俺がうーんって机の上を置いてうーんってやったらうーんってそいつも
ぐちゃぐちゃになったらしくて心の駒が ひどいねひどいな、ひどいね、違うわ、だって暗算だよ、そろばんないんだよ、そうそう、暗算はね、最初心の中にある駒を駒があったんだ、玉、通算の玉があるそれをさ最初フーってやったらさ、やめてやめて、もうちょいやめてやめてってこうやってやって、そのうちさ、机をこうやってガタガタやるし、やめてやめてでもそのうち、ひどいね、力道山の空手チョップみたいな、うーんって言って、あーっつってひどいね、何にもねえんだね、それそう、バカだ、バカじゃないよ、野口くんって言うんだけど、ああ親もバカだと思う、やめなさいな、名前が秀夫って言うんだよ、絶対名前だめだと思う、すごいね、まあ野口秀夫自身はあまりろくなことしなかったって話もありますけど、最終的には性病で死んだっていうのだスピロヘーターでね、さっきの話です、はい、お、はい、川勝スピロヘーターって呼んでるんだよひどいね、嫌い俺あいつ、カッペーターさんね、恥ずかしい、もう、あの県の頭にしとくには恥ずかしい、まあまあ全国の市長ね、市長とかあの県知事とかから、まあ、なんであんなやつをやらせとくのっていうふうな声は届いてるらしいです、裏ではね、読書だって俺なんかもう見てて笑っちゃうもん、うん、でこの間ちょっと仲良くしてる人、結構偉い人なんだけど、俺と一緒にいつもテレビ見ながら、うん、あの飯食ってんだけど、うん、最低こいつとか言ってんの、そしたら、うん、その人偉い人だから結構ね、あの上場企業のトップだから、トップも一番トップだから、その人があの新幹線の三段悪口言ってんのに、静岡駅でグリーン車で一緒になって、あの向こうがこうやって知ってんだよ、だから向こうがこうやってやったから、つい会釈しちゃいました、この負け犬っつったよ俺誰って顔できないの、そういう人にできないね、あの基本長いものに巻かれるし、ね、さっきの植民地の話ですけど、はい、いいんです植民地の方が、うんうん、ポチでいいわけですよ愛国心とは違うというところね、まあね、うん、それはまあそのこの世の中で日本が生きていく、こんな島国のちっちゃいところが生きてこれたのは本当にアメリカのおかげだと思う、うん、戦後は、ああそう、まあ確かにそうです、ね、だけどそのやっぱり東南アジアの方行くと日本って割と尊敬されてたりして、うん、ですね、なんでって言ったら、うん、あのアメリカに喧嘩を売ったっていう、そう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 いうこと、そうなんだ、うん、それと今から話することは大谷翔平に通じるんだけど、はい、アメリカプラストランプさんね、うん、で基本的にはアメリカの白人はみんなそういう気だと思う、まあそうでしょう、うん、で、昔マイケル・ジャクソンとか、あの、うん、なんかバスケットのあマイケル・ジョーダンとかね、なんとかシンプソンとか、うん、なんかマジック・ジョンソンとか、まあいろいろいましたね、その3人が訴えられたじゃんね、うん、ああありましたね、それで結局3人ともまあ有罪になって罰金刑だったんだけど、うん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 、結局、うんうん、頑張ってるなお前、いいやつっていう時はいいんだけど、うん、あでも黒人じゃんね、そうそうそう、あれは叩かれた、奥さん殺したっていう疑いでね、そうそうそう、頭叩かれたと思う、うんうん、だ日本でもやっぱり皇室をトップとした貴族院みたいなものは絶対あると思う、ありますよ、ね、果たしっていうのはね、 そうそう、その裏の組織で、それはやっぱり麻生さんなんかは妹が、うん、この皇族の嫁じゃんね、うんうんうん、だどっちかちょっと中枢なんだよ、うんうん、俺は好きだよあの人、うんうんうん、言ってることが面白くて、うん、面白いんだ、面白い、俺はすっごいシャレックの多い人だなって、受け寝ないだもんだって、うんうん、で芸人じゃん、それで、うん、要は日本でも、はい、例えばリクルートとか、うん、サワー急便の問題あったじゃん、はい、あれも、うん、お前ら儲かってうちに献金してくれる、ありがとうありがとうって頭撫でてたんだよ、うんうん、それが図に乗り始めると頭打たれる、うんうん、ああ全くその通りですね、それが俺、うん、あの佐川とリクルートの、はいはいはい、今から35年ぐらい前の問題だと思うよ、うん、あもうもう入っちゃいけないエリアってあるわけ、そう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 、本当にそうなんですよ、で思うでしょ、うん、例えば俺の知り合いがインドに興味があって、うん、カースト制を
調べる、はいはいはい、インドまで行って、うんうん、でまあすごいこう賢い人だったんだけど、うんうん、でそのインドにもやっぱり友達いっぱいできて、うんうん、でこういうの調べてんだけど、うん、お前どこまで調べるって言われたんだって、でそれ以上調べると、うんうん、お前命なくなるかもしれないそういうもんでしょうって言われたっていう、うんうん、だからあの綺麗事で国を守るだなんだ、うんうん、言ってる人はそれでいい、うん、で、あのおばちゃんいるじゃん、あの、法政 の, あの沼津出身の俺の嫌いな全然議論にならない伊高町長なんてだっけ、名前出てこねえな、うん、出てこないぐらいの人でいいんだよ、うんうん、あのババばあさんで、うんうん、ババって言うとまたでもおかっぱでねなんかあの旧型の電動こけしみたいな髪型なんでひどいねコテンパンやねそれであの何言っても、ね、話し合いで解決すればいいってあの朝まで生テレビは出ないけどあれに出るそこまで行って委員会にはよく上の席にね、コテンパンにやられるばあさんだけど、うん、シャンソン歌うんだよね大学教授だっけそうそうそう、うん、で、まあ、その人のああいうだから平和ボケ的な発言はいいけど、うん、でも結局最終的に守んなきゃならないのは自分だからそうね、国をね、うん、でアメリカが助けに来なかったらどうするかっていうだから核を打たなきゃダメなの。そうそうそう使わなきゃいいだけで。うんうん、まあそのためのよくまあ抑止力ですからね。みんながせーので核を持たないとなるそれはそれの方がいいよ。もちろん。うん、だけど、うん、やっぱりあるものしょうがないじゃん。まあ、しょうがない。強悪じゃん。うん、まあ使わないと思いますけどね。北朝鮮もポンポンやってるけど、うん、結局当ててこないじゃないですか。当てたらどうなるか。あれ間違って当たっちゃったら面白いんだよね。あるけどねそれ。うん、だから当てたらどうなるかって自分たちが一番よく分かってるから絶対に当てることはないですよ本当そうだ、うん、当てたところでどうしようもないもんだどこもないもんね、うん、だからまあそれはいいんだけど、うん、要はアメリカンファースト、うん、ジャップが野球で活躍する、うん、ね国技だよ、うん、平身君に負けた東京オリンピックと一緒だよ悔しいと思ったもんあなるほど、ね、小学校4年だからとかあそんぐらいになるよね、うんそう日本の国技じゃんであれ開催国だから入れられた競技じゃんねあれそう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 、うん、それ負けたんだよあれ、うん、そうなんだよねそれと一緒、うん、そういうのないこの競技に関して決闘に負けたら腹立つなっていうだから日本は相撲が瓦解してからダメですよねあ、うん、会長は、うん、トンガ力士がいっぱい来てた時から、うんうんうんちじれ横綱っていうちじれ横綱すごいこと言うねあ会長じゃなかったかな嫌いなんだよ俺ちじれ横綱やっぱ大鵬柏戸佐田の山という時代がありましたよ、ねうん、でも大鵬はロシア系なんだよねあかなただから顔が綺麗じゃんロシア系で活躍したのとあのジャイアンツに行ったピッチャーもいたじゃないですかスタルヒンそんなのロシアじゃんまあいいんだけど、まあ、そういうことで俺は、うん、あの物議を醸し出させたくはないけど、うん、そのうち、うん、大谷がバッターボックスで、うん、その狙撃されちゃうんじゃないかって言ったじゃんああ言いましたね、うんうん、やっぱりその国技の中でジャップがヒーローになるっていうのは果たして面白いのか面白くないのかって、そうそうそうっていうことを懸念するわけアメリカ人って人種雑多なメルティングポットって言うじゃないですか、うんうん、だから有色人種に一定の理解ある人たちはいるんだけどただ例えば KKK3K、うん、クークラックランだっけあの白人至上主義みたいな過激な人たちがいるからそういう人たちがみんなことを起こして殺してんだよねと思うよだから、ねそこを懸念したわけやりそうな気がするけどねなあ、うん、だからさアメリカがどこが自由なんだよってそんな法令委員会で70年も先のね、うん、までケネディの暗殺のあれをオープンにしないようなあそうですねこれあの第7艦隊を退官したチャックっていう
あ、チャックさんね。どこがアメリカがその自由なんだって俺が問いただした時に、うんうん、大統領だって殺せるぐらい自由な国なんだって言われた時に、すごいね、そうかって思ったもんね。いやいや、そうか、そういう答えが来た。あ、うん、今アメリカに帰ってるけど、そう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 、なんかまたあの会いに来るって言ってましたよ。あいつ九州へ引っ越す時に、うん、引っ越し屋頼んだら、うん、30万から40万かかるって言われて、うん、にかかるんですよ。よし分かった、うちの2人貸すからお前の荷物トラックで行ってこいって言って、その時いくら、うん、18万ぐらい経費と人件費2人分で、そうしたらあのうちの富士の店にありがとうありがとうって知らねえ字で、ね、うんうん、ジャック、うん、俺ジャックファスナーって呼んでたジャックさん、僕仲良くさせてもらってますね、うん、今フェイスブックどうなんだろう、でもね、あんまりこう活躍しすぎると、うん、日本人有頂天になってるけど、うん、やっぱり人のうちに土足で、まあアメリカは同族でいいんだけど何のうちや、ちょっと心配で、一平ちゃんも、うん、あのいい感じだったじゃん、うんうん、で例えば昔長嶋茂雄さんに関しては、うんうんうん、もう新聞も週刊誌も一切その週文、うんうん、悪いプライベートに関するねみたいな暗黙の了解があったと思う。あ、そうですね、今大谷君は、うん、やっぱりそういう中で守られてるし、うんうんうん、日本人のプライドでもあるし夢でもあるけども、うんうんうん、だけど向こうにしてみればそうじゃないんじゃねえかなっていう懸念があるわけ。なるほど、どう、確かに、だから心配なんだよ、うん、街歩いてていきなり、うん、そうだね、SP とかは多分ついてるにはついてるんでしょうけどね、うん、ねえ、だから嫁もあんなにオープンな、ただ、うん、俺はほら羽生結弦嫌いじゃん、おうおうおう、気持ち悪いっつって、釜っぽくて、おうおう、でその熊野プーさんにキスしてからなんかあれするっていうのもあんま好きじゃねえんだよ。おうおう、であれと大谷はやっぱり嫁のこの出現の仕方、おうおう、彼はずっと隠してたじゃん、うん、なんかバイオリニストとかなんか、あ、そうそう、だけどやっぱりさ、ああいうクラシックやる人ってナルシスト多いじゃん、難しいと思うよ難しいでしょうね、やっぱりああいうのオープンにしない、みんなが祝福できる雰囲気ではなくしてしまう、あのやり方は良くねえなって思う。そうね、だってしょうがねえじゃん、プライベートなんかねえんだよあいつら、有名人になっちゃったら、まあ、確かに、うん、確かにそれはその通りだと思う、ね、だからそれはもうそれがありきで有名人になろうとする頑張りってのは大事じゃん、うんうんうん、だからそのあのなんだっけ、将棋の強い子いるじゃん、はい、あ、はいはいはい、あの子と大谷君は、うん、やっぱりもういいよいいよおめえやってろ将棋だけ、お野球だけやってろっていう空気があるよね、あ、まあそうね、だからつまんないことでこう何何かで立たさないで、こいつらもう好きなことだけうんとやってもらおうよっていう空気が、うんうんうん、日本人としての空気としてありがたいと思うんだよ。そう、ね、だから人気があるし、だからあの一平ちゃんがどうなのか分かんないけど、うん、あれが本当になんかそういうことをやってたとしたら、それは本当に初めての大谷絡みのその悪い記事だよね。そうですね、やらしといてやるよ野球って思うしょ、ね、確かにね、であの子っちは結局ほら、うん、あのまあ将棋のね彼もそうだけど、うん、余分なこと一切しないからね、そうそう、金儲けをする、だから俺もね、あの将棋の子なんかクラスにしたら絶対にいじめられてると思うよもう火を見るよ、わかるよ、わかるよ、お前お茶毎日お茶当番って俺がもう指示してるもんわかる貴重な才能が一つ失われてたかもしれないな、だからでもやっぱりあの子はもう将棋だけやらせてそれでいいんだろうなって、うん、もう1億何千万所得があってもそうですね、もうそれでいいんだろうな、うん、確かにね、大谷翔平もやっぱり野球だけやっててくれよ、うん、お前はって思うもんな、うん、だからそれを濁しちゃダメなの、うんうん、だからそれであの将棋の子は日本だからいいけど、うんうん、アメリカの本土で、うん、もうなんだろう、真珠湾みたいなもんだ、攻撃みたいな
あの大谷はね、まあ、そうね、だからあの性格と、うんうん、なんかゴミ拾うとなんか運が、うんうんうん、もう拾うみたいな、うんうんうん、ああいういいよなあの子、うんうん、素晴らしいね、だからそういうの、そういうとこ、うんうん、だから嫁の紹介の仕方は羽生結弦と真逆だったっていう。そうね、確かに確かに最初隠したけど、うん、特にアメリカと出てっちゃったじゃん。そう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 、あれは賢いね。賢いっていうか、まあ本当は正直な子なんだろうなと思う。うんうんうん、さらっという感じで出したからね。ね。うん、うん、で皆さんがうるさいんでって、ああいうとこ面白いよね。そう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 。あれお前、俺羽生結弦が同じこと言ってみ、皆さんがうるさいんだよ。だから離婚すんだよお前。人柄だね。人柄、本当に人柄だと思う。うんうん、まあ長話しちゃう。いやいやいや、面白かったですよ。だからね、絶対ダメだよ、うん、大谷の醜聞は見たくない。日本人がみんなそう思ってる。そうですよね。だからアメリカ人は、うん、ちょっとがっかりしたもんね。アメリカ人はちょっと分かんないよ、反応が。あれどういうドライなのかな、分かんないな。あいつだって、だって年収の 10% をもらえてたんでしょ。そうですよ。だって1000億だったら100億もらってとかなんとかっていう、ね、だからバカだな。損失をしたのは6億だか、うん、そこらぐらいだっていう話を聞いて。でもさ、うん、1000円持っててさ、10円ぐらいならあげるよな。500円あげないけど、1000円持ってる人が、うん、まあ、6円じゃお前やるよって。まあなるとなるな、ね、なる、まあ、金利も上がったことです。そうですね。じゃあまた来週、来週何やるって言ったっけ俺。来週は、ああ、そのチューピレンみたいなのが集まりに、その話をするんですね、はい、はいはい、そんな感じで。男尊女卑ではありません。これは余分な考えをしなくてもいいように、女の人は。ああ、そうですね。あの、のんびり暮らしてあげたい、はいはい、させてあげたいなと思ってる、はい、はい、まあ、そして日本はジャップでいいです。ジャップでいいです。ジャップでいいです、ね、アメリカに守っていただいて、ね、防衛費を節約できます。体を売っても心は売らないという、なんか昔のあの赤線の女の人みたいな考え方ですね。心も売ってもらいたいよね。、うん、無機質になっちゃうもんな。あ、そうね、まあ、そんな話はまた、はいはい、はい、ま、では、はい、また来週、はい、どうも、はい、じゃあ足は。ここでおかず入れてもいい。